こんにちは、PHP リターズグループの佐口と申します。よろしくお願いいたします。本日は3月に弊社 PHP リターズグループから発刊いたしました笹生さんの最新刊模倣と創造ありがとうございます の出版を記念して、出版というか重版の記念でもあるんですけども の特別企画として著者の笹生邦武さんと、スペシャルゲストに本間雅人先生をお招きしてのご対談となります。本間雅人、多忙を極めるお二方の貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。で後ほどじっくりとお話を伺っていきたいと思いますが、まずは初めましての方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にお二人の自己紹介からお願いしたいと思います。では、まずは模倣と創造の著者で、ビオトープ代表の笹生さん、一言自己紹介をお願いいたします。皆さん、はじめまして、ビオトープ代表の笹生と申します。私は普段、戦略デザインファームというある種企業 の未来ビジョンであったりミッションであったり、創造的な組織文化であったり、新規事業であったりブランドであったりって、そういう、ある種無形の見えない価値を作る、支援をしている人間でございます。そういう中で創造っていうテーマってのはすごい自分の中でも日常で特に大人をテーマにビジネスマンがいかにこう創造をできるかっていうのを支援する仕事をしてたんですけれども、そういう中で今回模倣と創造、これ13歳からのクリエイティブの教科書というタイトルで、少し射程を広げてむしろ若い世代の、にとっての創造についての本を書かせていただきました。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。では続いて、スペシャルゲスト、京都芸術大学教授で、教育学を超える学習学を提唱されている本間雅人先生です。お願いいたします。はい、本間雅人と申します。本向こうは京都芸術大学の教授でございました。他にいろいろやってるんですけれども、教育学を超える学習学っていうのが僕の、メインテーマで、それ以外に一般社団法人クロスオーバーキャリアっていうのの、代表理事っていうのもやってます。学習学なんてあんま聞いたことないぞって方いらっしゃると思うんですが、いいんです、僕が作っちゃったんで。人間は学ぶ存在、ホモディスケンスであり、人間は生まれてから死ぬまでずっと学び続けていくぞ。でこれまでの学校教育っていうのは、人生100年時代あると、6歳の8時半から始まって3時ぐらいまで、12歳までが小学校、15歳までが中学校、18までが短大とか専門学校とかで、こんだけしかないんですよ、長い人生振り返ってみると。で、この中の学びを最終学歴ってこう言うんですけれども、でも社会人になっても学び続けることが大事で、で創造活動をしていくことが大事で、で僕は最新学習歴の更新っていうのを提案しています。でそういう意味ではですね、どう最新学習歴を更新するのかっていう観点からも、今回笹生さんがお出しになったこの模倣と創造っていう本はめっちゃいい本なので、13歳から100歳まで使えるクロスメディアクリエイティブの教科書だというふうに思っています。今日は楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では対談の方に移っていきたいと思います。で本日はビジネスの現場と、あと教育の現場の第一線でご活躍されるお二人をお招きしての対談ということで、テーマ少しご用意しております。はい、映っておりますでしょうか。映ってますよ。はい、創造と学習という、お二人を象徴したようなテーマで、あとこれから学び始める人のためにということで、初めて、クリエイティブに興味を持った方にもちょっと2人の、お話を聞きいただいて興味を持っていただきたいということでこのテーマにしております。でお話もすごくお上手でご進行もあるお二人ですので、自由にお話しいただければというのが第一なんですけども、いくつか質問を用意しておりまして、一つ目がお二人が想像力を一言で表すとしたら、ちょっと難しい、無理を申し上げるようなところなんですけども、それをお聞きできればと思います。で2つ目ですね、想像力を学ぶとどんなことに役立つ、これもいろんなところで聞かれていることだとは思うんですけども、改めてちょっと今どんなことに役に立つのかというところを
振り返ってお話しいただきたいと思います。で3つ目ですね、想像力を学習するための一歩目は、良い学び方とあと悪い学び方みたいなところも踏まえて、ちょっと一歩目としてどういった形で取り組んでいくのが良いのかというのを聞きできたらと思います。で、あと、もう一つですね、個性や感性あるいはセンスも学べるものでしょうか。で、もう一つ最後が、他人の評価、表現する不安ですね。これも表現しだすと出てくると思うんですけど、こういったところに、どうやって向き合っていくのが良いのかというのもお聞きできたらなと、思っております。はい、佐藤さん、ここからでは、想像力を一言で表しにくいから本書いたんですよね。そういうことなんですよ。はい。すみません。あとは、じゃあ、始めていただきたいと思います。でも、こう聞かれ、よろしくお願いします。でも、こう、佐藤さん聞かれちゃったら何て答えるんですか？これですか？うん。やっぱり、一言で表す、これは難しいですけど、自分のやっぱりイメージを形にするっていうことかなと思いますね。なるほど。本間先生はいかがですか？これね、僕もね、今回、宿題をいただいたんで、考えてきたわけで、僕が時々はこう言うんですよ。想像力、その京都芸術大学っていうのは日本で一番クリエイティブな大学であると、うん、偏差値が高いのはどこかとかね、ノーベル賞受賞者を一番多く輩出してるって言ったら、これ答えは決まってるんだけれども、最も創造的な大学って言われたら、なかなかこれ、たまびも素晴らしいし、ね、自然観も素晴らしいし、でも意見割れると思うんですよね、東京芸術大学だったら、うん、でね、そういう時にはね、ゼロから1を生み出すのが創造力ですっていう言い方をして、で1から100、1から5億とかはその AI ができることだけれども、はい、ゼロから1を生み出すのは人間しかできませんっていう言い方を、そういう、なんていうかな、大学紹介みたいな文脈では、そういう言い方をしてるんですね。なるほど、なるほど。でも、うん、実際にですね、創造のプロセス、この創造と、模倣と創造の方の本で、言うような、創造力のプロセスっていうことを考えると、0から1ではなくて、本当は2から1を生み出してるんじゃないかなっていう言い方もしてて。お、2から1。面白いですね。うん、つまりイザナギイザナミ陰と陽じゃないけれども、やっぱりその異なる2つのものを掛け合わせた時に新たなものが生まれるっていう、この組み合わせの妙っていう部分が実は創造なのではないかなと、そのためにはやっぱりその2の材料になるようないろんなその知識とか経験、実は僕あんまり経験ないんですっていう人もですね、18歳まで生きてきたらすっごいいろんな材料素材を持ってるんです。本人が気づかないだけで、それが、うん、何か新しい創造活動のベースになるっていうことに気づかないままに、実はいっぱい素材を持っている。で、今までのものを何らかの方向性にこう組み合わせると新しいものが生まれるっていうふうに、その学生向けにはですね、みんないろんな素材持ってるから新しい掛け合わせ方しようねっていう、そんな言い方をして、実は0から1っていうのと2から1っていうのとね、使い分けて説明してるんですよ、僕は。なるほどね。いや、面白いですね。ちょっとこの流れからいきなりちょっと逸脱しちゃってもいいですか？どうぞどうぞ。僕今回本間先生にぜひ、時間をいただきたかった、一つの、背景というか、私自身がアメリカのデザインスクールに留学をして、でそこから帰ってきて、デザイン志向の本を出した時に、本間先生が最初に声をかけていただいて、京都造形芸術大学当時の客員の、仕事をいただいたんですよね。はい。でそこで初めて僕は美大というものに接する機会になりました。で本間先生自体ももともとは美大の方ではなくて、文学部社会学だからですよね、うん、でそこから美大にいらっしゃっているっていう意味で、僕も本間先生も美大っていうのは実はもともとの生まれではない、どちらかというと後から、今僕は田辺にいますけど、後から入ってきたところなんですよね。で、そういう視点から見たときに、僕はすごいデザインスクールに留学したときも思ったし、美大にいても思ってるんですけど、想像する上で、
美大っていうのはとにかく想像していく場所だと思うんですけど、それを教えていくためのなんか暗黙知みたいなのがめっちゃいっぱいあるなと、うん、でこれって普通にビジネスの世界にいるとなかなか知らないことが多いなっていうのがあって、でそういうのをなんか段階的にまとめてみたらどうだろうかっていうのが、おそらくこの本をまとめる時の一つのインスピレーションになっているいたんですね。なるほど。で先生ちょっと一度今回書籍読んでいただいて、ええ、先生の視点から見て想像、先生も想像をゼロから教えるってことを特に 美大の学部生なんかにもやっていらっしゃったと思うんですけど、はい、実際に どう思われましたか？教えるプロセスの中で、はい、それをこの本で書かれていることが先生の創造性を教えるっていうこととどのくらいオーバーラップするのか、いや結構こういうところは似てるけどここは違うのかとか、そのあたりをお伺いしてみたかったんですけど、違うっていうところは一切なくて、やっぱり笹生さんはその頭の中すごいシステマティックにできているから、うん、そのこの模倣イマジネーションの方の創造、それからクリエーションの方の創造っていう、うん、この3ステップっていうのが何だって分かりやすいと、うんで、やっぱり芸大の先生美大の先生っていうのはどうしても暗黙知で、うん、それを自然にやってるから、うん、なかなかその自分が自然にできることをその後進の学生に対してですね、その体系立てて伝えるっていうことは必ずしも得意でない方が多いんですね。はいはい、そういう意味でその絵を描くデザインをする、ねストーリーを描く何でもいいんだけれども、まあそれはうちの大学の学科の先生がその経験値をもとに教えていく暗黙知の伝授みたいな部分が当然あると。でも、うん、このプロセスをそのメタ認知して、それでその体系化して補助線を引くような形で、ほら実はね今皆さんが学んできたことってのはこういうことだったんだよっていうと、すっきりこう吸収されて定着度が良くなる。この本はね、うん、そういうなんか使われ方がうちの学校だと一番自然かなっていうふうに思ってます。日本人でお箸の使い方みんな自然にお箸使えるじゃないですか、うん、でも箸の使い方を外国人に説明するって言ったらもう至難の技で、うん、この薬指の第二関節の上に1本置いてそれを中指で支えなんて言ったらお箸使えない。だから学科の先生は、うん、それを自然にやってみせるわけで、それをこう模倣するっていうのが芸大生は一生懸命やってるわけですね、うんうんうん、で途中から宗派理じゃないけれども自分のやり方オリジナリティというのをこう出していくわけだけれども、でそこにやっぱりそのイマジネーションの方の創造とクリエーションの創造っていうのが次のステップとしてあるんだっていうことをこう示してくださってるっていうのはやっぱこの本のすごい分かりやすいところだと思います。あーなるほど。先生から見て、うん、想像を教えるっていう時に一番最初って何から着手されますか？僕はねやっぱ発想力とか自分がねやっぱ絵描いたりする人じゃないもんだから、まあ、言葉、うんうん、概念コンセプトの人なので、うんうん、数学のパズルみたいなところから始まって、可能性は無限に存在するんだよみたいな、うん、数学のパズルから始まって、それでね、この間もやったのはカレーライスっていう。カレーライス、はい。なんだそれって感じだけど。カレーライスの種類、みんな行ってみてって言うとね、はいはい、笹生さん、カレーライスの種類ってどんなの種類を思い浮かべます？キーマカレー、バターチキンカレー。ああ、いいですね。野菜カレー。そういうね、メインの具材でこう分類していくっていう、そういう軸がありますよね。うんうん、他にはどんなその軸で分類できます？ボンディのカレーとか。ね、そういう中村屋のカレーとかですかね。そう、お店とかブランド、ね、そういうのもあるし、あるいはその国ごとの違いっていうのもあるかもしれない、うん、量もあれば価格もあれば栄養価もあれば、で、うん、そういうふうにこういろんな軸でカレーっていうのを分類することができると、うん、でなんか例えば新商品開発するっていう時に今までなかったものっていうのを見つけていくためには、そういうその軸で切り取ったマトリックスみたいなものを構成すると、はいはいはい、そのじゃあ主食部分はそのまんじゅうにして、それで欧風カレーの具を入れたカレーマンって今んとこないよねみたいな、例えばね、うんうんうん、それが巨大だったらすごい面白くないみたいな、なんか例えばだけれども、そういうその企画アイディア の, そのところから僕の授業はやってます。へー、
いわゆるマトリックス発想みたいな、組み合わせることで発想を生みやすくするっていう。そう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 。ね、僕もデザイン思考を学んだときに、意外とその新しい発想を生むのは、まさに組み合わせを作りまくるっていうことがすごいコツで、でそうすると無限に出てくるから、そうなんですよ、出てくるものの中からどれをどれが面白いのかっていう、その切り口だったり軸を探し出すって、ここがポイントはっていうのは、うん、私すごい学んで面白かったところでした。そこはね、僕も笹生さんも先に何ていうのかな、絵が浮かぶっていうよりはやっぱりコンセプトの人なんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。逆にこれ、まあ、この今回の模倣と創造の本では、そのいろんなものを真似てみるとか、うん、いろんないいものを見て、いいものを見た中からそのイメージが組み合わさって、そこから新しいものがパッと出てくるみたいなパターンもあるのかなっていうふうに思います。いや、本当にそうだと思います。本当に。で、僕なんかやっぱりその言語感覚優位で、そのやっぱりね、何でも言語フィルター通しちゃうのね。だから絵描かせると下手くそなんだけれども、見たまんまが描けないんですよ。一回これは傘だとか、これは山だとか、なんかそういうふうに言語変換しちゃう癖があるから、だからそういう人はね、逆さになって、線を線として見るんだとか、まあ、いろんなやり方あるみたいですけど、やっぱ言語感覚優位だと僕は思ってるんですね。でもそれは別に悪いことでもないし、僕は僕だからしょうがないなと思ってるんだけど、経済生やっぱりそのノートを取るって言っても、その山田夏子さんなんかに来てもらってグラフィックファシリテーションの、ワークショップとかやると、その授業のノートも絵で取っていくみたいな、そういう技を覚えるとですね、うちの学生なんか本当に水を得た魚のようにカラフルなノート作り出すわけ。マインドマッピングよりもさらに漫画チックなんで、なんだろうな、イラストたっぷりみたいなノートで、他の人から見るとよく分かんないようなところもあるんだけども、本人が分かってればそれでいいわけだからね、ノートっていうのは、うんうん、やっぱりね、その国語数学理科社会英語の高校までの教科教育っていうのは、圧倒的にやっぱり言語感覚が得意な人がそのやっぱり有利なわけですよ。過剰にこれまで優遇されてきたと思うんだ、うん、笹生さんも僕も受験校の出身だからね、はい、そういう意味では、うん、その昭和平成の時代に優遇されてきた、まあ、オールドタイプだと思うんですけど、でもニュータイプはね、芸大美大にいると思うんですよね、本当、うんうん、でその人たちは高度な映像処理っていうのを頭の中でやっていて、でそういう人たちがその01のデジタルな思考は、まあ、AI コンピューターに任せておいて、もっとこう デジタルではなくてアナログなイメージを、イメージのまんまその操作できるような、イメージの掛け合わせなんていうのをね、やれるのはその芸大生美大生の得意技で、そういうところはね、やっぱり模倣っていうところはすごく重要だと思うんですよ、はいはい、これやっぱりその左の優位な人は模倣じゃなくて、観察と分析とか、観察はするかもしれないけど分析ですよね、基本的に、うん、さっき僕軸っていうのはまさに分析だと思うんですけど、そうじゃなくてまるっとこう全体を捉えるっていうことができるのは視覚優位の美大生芸大生の本当に素晴らしい才能だと思うな。なるほどね。僕すごい先生もおっしゃったように、現代の教育がある種 IQ 優位そうになりがち で逆に言うと、相当部分が得意じゃないんだけど他が得意な人っていうのが比較的、特に中高ぐらいのレベルだと落ちこぼれになっちゃったりするっていう、本当にまあもったいないなっていうのをすごい思っていて、でこれからまさに今それこそスマホとか iPad とかをどんどん見るようになると、本当にデジタルの例えばビジュアルだったり動画でどんどん情報インプットする世代がさらに増えてくることを考えると、よりこの視覚優位な人っていうのがもっと活躍する世代になってくるんじゃないかなっていうのを思ってて、そうした時に、なんか僕は今のこの学校の教育の現場っていうのを考えた時に、そういう視覚優位の人の頭の使い方っていうものをなんか学んだり実践したり、でさらに言うとそのやり方でいいんだよって認めてもらったり
する機会っていうのがこれからもっと増えていくべきなんじゃないかなと思って、今回この本に13歳からのっていう形であえて中高生の世代の人にこういう頭の使い方をもっとなんか覚えてほしいなと思って書いたんですけれども、先生はその義務教育の例えば教育におけるこういうなんかクリエイティブ教育ってどんなことを考えていらっしゃいますか？まあ、一番大事なのは正解が一つじゃないっていうことを中高生には伝えたいっていうことかな、うんうんうん、やっぱりそのペーパーテストがあって先生が用意した模範解答と一致してればそれが正解だっていう、うんねうん氷が溶けると何になるでしょう、雪が溶けると何になるでしょう、水になる、春になるんだけどなみたいな、あるいは幸せになるっていう答えだっていいじゃないですか、うん、雪が溶けると。だから何になるなんていうのは本当無限の可能性があるんだけれども、先生の用意した答えが水だと、はいそれは水だよねっていう、面白くない、うん、でもその正解が一つには限らないっていうことを義務教育の中で、まあね、やっぱりあまりにも一つだっていうのを植え込みすぎてるんで、バランス上想像力クリエイティビティを開花させるためにはそこを強調したい。でもう一つはクリエイティビティってやっぱり一人での特別な才能ではなくて、特にやっぱり対話をすることによって新しい掛け合わせが起こって新しいものが生まれるっていうことがすごく多いと思うんですよ、うん、でもこれまでのやっぱり義務教育っていうのは問題は一人で解決しなければならないっていう、これまたアンコンシャスバイアス、思い込みをこう植え付けてるんで、うん、あこの問題わかんない、佐藤君教えてって言ったらこれカンニングって言われるわけですね、試験時間で。そうですね。でも社会に出たら一人で完結する仕事なんてまずなくって、誰かとこうチームでコラボで力を合わせてその本も出せば、いろんなプロジェクトも推進すればね、商品開発だってしていくわけだから。でもね、学校ではね、一人で問題解決しろって教わるわけですよ。はい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 。そうすると悩み事があった時にそれを抱え込んでメンタルヘルスでダウンするとか、まあ最悪の場合なんであの人がと思うような人までその自ら命をなんていう悲しいニュースがあったりすると、うん直接的な理由はそれは分かんないんだけれども、問題を一人で抱え込むっていう悪癖を義務教育が植え付けてるっていうのは、僕はこれなんとか修正したい。で、うん、誰かと相談することによってやっぱり今までと違う、一人で悶々としてたのとは違うブレイクスルー、新しい掛け合わせが起こって新しいものが生まれるチャンスっていうのは僕は増えると思うんですよね。いやなんか僕27の時に一回うつで倒れたことがあって、でその時にまさにある課題がを自分が抱えた時にそれを一人で抱え込んで自分で何とか解決しようとして泥沼にはまっていくみたいなパターン、うん、すごい経験したことがあるんですね。で実はそれが僕がこの創造の世界に入るきっかけとなった出来事で、このぐるぐるの思考パターンって、例えば色を見てたり絵を描くとかいうことをやってるとちょっとそこから逃れられるんですよね。うん、ですよね。で違う頭の使い方をすることでこのモデルから逃れるために、実は僕は創造っていうのは僕にとっては鬱を抜ける一つの必要ななんか学びでもあったっていうのを今ちょっとお話を聞いて思い出しました。これ今回いただいたテーマの次がね、想像力を学ぶとどんなことに役に立つっていう質問だったんですけど、佐口さんから来てて、うんうん、僕が一言で答えるとクオリティオブライフが上がる。だってぐるぐるしてたらもう困った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 ってどんどん縮こまって悩みが深まるじゃないですか、はいはい、でもクリエイティブな人はなんかこれ抜け道があるはずだ、どうしたらいけるかな、どのようにすればこの局面を打開できるだろうって言って新しい選択肢考えるとクオリティオブライフが上がる。あるいは今笹生さんがおっしゃったようにその創作活動、これも自分の世界を作ってその世界の支配者になるっていうことですからね、うん、だからストレス発散、ストレス解消のことをリクリエーションっていうわけで、やっぱクリエーションっていうのは自分の世界を想像していくことだから、やっぱりねその機械の歯車になってもう窮屈でこれしか動けない、うわ動きようがないっていうその、うん、なんていうかな、小ささからするともう世界イコール自分になっちゃうわけだから、うん、もうこれは解放されますよね。だからトータルでやっぱクオリティオブライフが上がる、
日本で QOL っていうと高齢者がそのどんな介護を受けるかとかね、終末期にどうするっていうなんか、人生の最後のところだけの話みたいになってるけど、そんなことないと。クオリティオブライフはもう生まれてから死ぬまでずっとクリエイティビティによって高めていくことができるって僕はそう思いますよね。そこはなんか僕もすごく考え方としては似てて、その美大というかそのデザインスクールで、ま、デザインを学んでからなんか課題、なんか世の中のモヤモヤとか課題があった時にそれをああだからダメなんだって受け止めるんじゃなくて、どうやってそれをなんかハックしようかみたいなことを考えるようになるんですよね。でそうするとなんか受け身ってずっと生きてると辛い、特に変化激しい時代に受け身で生きてるとすごく辛いですけど、それに対してどうやってそこに対して何か働きかけてやろうとかって思うと、まあ、ストレスも基本軽減されるので、まあ、まさにそういう QOL を自分自身で自己効力感みたいなものをより感じれるようにするために創造性を自分ができるんだって思ってることはすごく重要じゃないかなっていうふうに思うし、でさらに言うとその今の時代って僕この本の一番最後の本にも書いたんですけど、未来が現在よりも良いというふうに一概に言えない時代になってるなと思った時に、そういう時代の中でも自分自身が希望を作って、その希望に向かってそれを形にしていくっていうなんか歩き方をすることで、より生き生きとこの時代いろんなことはあるかもしれないけど、まあ乗り越えていける力になるんじゃないかなって、そういう希望を作る力っていうのが僕は想像のをが役に立つすごい大事なポイントなんじゃないかなと思うんですよね。本当にそうですね。だからこの本の中で素敵なのはこの自分、私という主人公を登場させようっていうのがね、はいはい、書いてありますけど、だからね本当に自分が被害者になっちゃったり、もう本当歯車になっちゃったり、なんか付け合わせになっちゃったりしてるっていう風に感じてたらもうやりきれないですよ、うん、でもまあその自分の人生っていうロールプレイングゲームの主人公で、最後はハッピーエンドが待っているんだ、いやハッピーエンドを作ることができるんだっていう風に思えたら、それで全然自己効力感変わってくると思いますよね、うん、でその時に RPG で大事なのは、一人で行くと雑魚にもやられちゃうんだけれどもちょっと自分とキャラの違う、ね、仲間を武力の得意な人、ヒーリングの得意な人、魔術のできる人みたいな、自分とこう得意技の違う人とタッグを組むと、そのいろんな試練とか困難を克服できるっていうのは多くの若者が RPG から学んでることなんじゃないかなっていうふうに思ってて、RPG でそのファイナルファンタジーでもね、ドラゴンクエストでもいいんだけれども、なんか僕ねやっぱりそこから模倣できるっていうか学べることっていうのも僕すっごくいっぱいあって、小山さんは何ゲームばっかりやってるの、いやでゲームもねやっぱり人生経験の一部で、そこの中からちゃんとリフレクションして自分なりの栄養素を吸収した人はそこからいろんな、まあ、人生のレッスンっていうのをね学び取ることができるんだと僕は信じてますけどね、これ。なるほどね。ちなみにちょっとさっき模倣、特に美大では模倣するって話が出てきて、もう少し突っ込んでみたいなと思うんですけど、はい、あんまりビジネスの世界にいて模倣するって、まあコピペぐらいはするかもしれないですけど、普通になんか模倣をいっぱいしましょうってやらないじゃないですか。はい、でも僕はそう美大の教育ですごい面白いなと思ったのは、とにかくいい絵を真似てみようとか、いいコピーを、書き写してみようみたいな形で、いいものを真似るっていうことを、しかも数をこなせっていうことを結構教育の現場、あとはもう OJT の現場とかでも結構クリエイターの現場でも結構やられたりしてるんですよね。これって なんでそういうアプローチをされるんだと思いますか？これねやっぱりその、日本画とか本当に模写っていうのを徹底的にやらせるわけですけれども、そうするとねやっぱり観察力が上がるっていうことですよね、漠然と見てると、どこが素晴らしいのかよくわからない、
でもそれを再現してみようと思うと筆使いとかが全然違うんだっていう、こんなにきめ細かくやってるつもりなのにまだ全然この繊細なタッチに及ばないっていう、その再現しようと思うとその技巧の素晴らしさとか構図の緻密さとかっていうのが分かる。だから模写することによって観察力が上がるっていうのは一つ目のことですね。でやっぱり二つ目はそのこれすごい粘り強い時間のかかるプロセスなわけですよ、ね、お湯かけて3分で作品できたりしないわけですね。本当に1日8時間かけてそれが例えば1週間とか2週間とかその対策を模写するなんて言って平気でかかるわけですわ、ね。でね、そういう粘り強さみたいなものを持ってる人は仮にその22歳で日本画家としてそのデビューできなかったとしても社会のいろんなところでですねその粘り強さは役に立つ。だから日本画出身の子が例えばなんか民間企業に行って全然違うホワイトカラーの仕事をしたとしてもすごい評価されるんですね。緻密なことを頑張って黙々とやるから。そういうねトレーニングってまあ、その普通の学校教育の中ではないじゃないですか。50分1単元、ね、90分1コマみたいなそんな話になるとその細切れのところの中で、まあ、頭切り替えて集中力で、まあ、こういうその短距離走中距離走みたいなのも大事なんだけれどもその模倣のプロセスの中で本当模写なんていうのはすごい長い時間かけてやるようなものはマラソンでありいや100キロ200キロのウルトラマラソンだったりするっていうそういうその体力みたいなものをこう身につけるすごいトレーニングなんだと僕は思ってます。なるほど。そっか。なんか グリッドとかって言葉もそうそうそうまさにそうですよ。グリッドグリッド やり抜く力みたいなものもそういう基礎トレになってるってことなんですね。そうなんです。さらにもう一つ言うとやってるプロセスの中でなんでこんなことやってるんだろうってみんな思うんですよ。うん、本当思うわけ。なんでこんなことやってるんだろう。こんなことやって何になるんだろう。でもやり終えた人だけはやってよかったっていう境地に立てる。これ山登りも同じで、なんで登るんですか。そこに山があるから。それはね、山登った人はそう言えるんですよね。でも山登ったことのない人は、こんな高いところに山って、まあ、景色いいかもしれないけど写真見りゃいいだろう。違うんですよ。やっぱり自分で汗流して横にさーってこう頂上を極めてその時に風景が広がる、まあ、天気悪かったら眺めない時もあるんだけれども、でもその山登ったっていう体験が人生の宝物になっていくんですね。それは途中ではわからないけれどもやり遂げられた人だけが持てる、まさに自己肯定感自己効力感で、それはまあ模写だけじゃなくて自分の作品を仕上げた時だって、いいわけで、やっぱそういう体験がね、それこそ与えられた試験で100点満点取ってもそこまでのなんか達成感みたいなのってないじゃないですか、うん、誰かが評価してくれて100点、自分で納得して、ね、油絵なんて特に抽象画なんてどこで完成かなんて誰も決められないんですよ、うん、でも自分で、あ、もうこれ以上筆を置くところがないなと思ったら完成なわけで、はいはい、自分でそのまさに主人公でスタートがどこでゴールがどこでっていうのを決められて自分でこれが完成だっていうその達成感を得るっていうのは、これはねやっぱり小説を書き上げるとか、まあ、そういうのでもいいんだけれども、絵を書き上げるとか彫刻を仕上げるとか映画を一本撮り終えるとか、なんかそういうプロジェクトを完遂させた人だけが味わえる境地だと僕は思いますね。確かにこの本の後半に想像っていうところがあって、想像する中で最初はいいんだけど生みの苦しみがぐーっとあって、それをまたもう最後乗り越えてガーッと上がっていくみたいなプロセスがあるよってことを書いたんですけど、その確かに物を制作するってなんか普段とは全然違う、もうマラソン、まあハーフマン、フルマラソンかどうか分かんないけど、最低でもなんかハーフマラソンぐらいのなんか時間を経て、あとはちょっと多少のやっぱ苦しみを経て、でそれを乗り越えることで初めて本当になんか出来上がった快感が待っているみたいな、なんか世界な気がしてて、さっきのその模写の話っていうのももしかしたらそういう制作をする上での基本的な基礎トレをもう初めから長い期間それをできるように
鍛えているみたいな、そういう役割もなんかありそうですね。そうなんですよ。これあの PHP からね、あの北条良雨さんの上達論っていう本が出てて、うん、その下手くそな教育者っていうのはその教えやすい基本スキル、ね、基本スキルばっかしやらせる、まあ、柔道なら受け身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 みたいな、絵の先生でもはいじゃあ線を引いて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 ってこれやってると、うん、それはね あんまりその役に立たない。うん、でも全体像を一旦感じられるようなそのなんだろうな、組み手みたいなその試合素朴でもやってみるとか、うん、あるいはそのなんだ絵を自分なりに描いてみるとか、あるいは模写で1枚仕上げてみるっていうそのプロセスの一歩目からその最後のところまでを通してやってみると、あ、なるほどこういう基礎スキルが大事なんだなっていうのが意味を持った形で理解できるんですね。で、うん、その全体像が分かんない状態で、あの英語で言えば SV、SVC、SVO、SVOO、SVOC、それ何のこっちゃですよ本当に。うん、英語実際なんかとりあえず知ってる言葉並べてみて喋ってみて、あ、こういう時なんて言うんだろうと思って、あ、正確に言うためには過去形っていうのもあった方がいいな、複数形がないと混乱するんだなみたいな、あのそういうのを体験してニーズを感じてから英語を学んだ方が多分合理的だと思うんだけど、そんなの分かんないうちから、はい、英語には名詞と代名詞と動詞と形容詞と副詞がありますなんて言われても何のこっちゃですよね本当に。それはね、教えやすいかもしれないけれども、その使えないっていうことになってしまう。だから下手くそでもいいから実際一連の流れを通してやってみる、使ってみるっていうことをやってから各部分のパーツの技を磨いていった方が僕はいいと思ってるんですよね。面白い。そうか。ちなみにあの今ちょっと模倣の話をしてきたんですけど、僕模倣の次に想像、イマジネーションの想像っていうのを置いたんですね。はい、で模倣っていうのはもう完全に外を見る、うん、外を、自分っていうのは全く存在しないで、どちらかというと自分をなくして外を見るってことがすごく重要だけれども、外だけを見せたら新しいものを作れないし、自分が原体験とか衝動、何か新しいものを作る上では何か衝動みたいなのが必要だと思うんですけど、そういうものを考えていく上でやっぱり自分に向き合うっていうかあのフェーズがその作るって前に必要なんだろうなと思ってて、そこではあのさっきまさに自分っていうあのところとか出てきましたけれども、自分自身がどんな違和感を持ってるのかとか、自分自身がどんなものをひらめいたのかとか、なんかそういうことを、まあ、自分のイメージとしてこう豊かに持っておくような時間っていうのがすごい必要なんじゃないかなってあの思ってるんですね。で、美大の例えば教育だとこういうなんかイマジネーションって実際にどういう場面で現れたりするものなんですか？そうですね、ここはあの教えにくいところではありまして、だから、うん、あのこの本で書かれているいろんなステップはね、あのうちの学生にとってもすごい役に立つと思うんですけど、うん、まあ、あの芸大の場合にはね、やっぱり妄想癖っていうかイマジネーションが得意な子、うん、まあ、どっちかって言えば、うん、と君の場合にはもうちょっと現実見てみようかっていう子これいるので、はい、あのどっちかっていうと、そうだな、うちの学生には模倣の、この本で言うと模倣のプロセスの方をあのきっちりやった方が持続可能な活躍ができるよっていうケースが多いような気がしますけれども、まあ、京都芸術大学の学生じゃなくて世の中の一般の学生だと、教わったことはちゃんとマスターしますと、まあ、ところが自分で何やりたいのかっていう、自分が何を作りたいのかみたいな、その衝動みたいな、あるいは妄想みたいなものっていうのをその磨いてきた訓練をしていないと、その妄想筋みたいな筋肉がなえてる、はいはいはい、本当はついてんだけど、それ使ったことないと、どうやってこれ動かしたらいいんですかみたいになってることがあるような気がするので、まあなんか心理的安全性みたいなものを高めたところで絶対誰も否定しないから、あのどんなアホな妄想でも構わないから、とりあえず喋ってみようか、書いてみようか、作ってみようかっていう、うん、あのやっぱりそこでブレーキ踏んじゃう子が多いので、あのそこだな、心理的安全性の高い環境で数作ってみる、これがやっぱり、妄想の
翼を広げていく、イマジネーションの翼を広げていくはすごく重要だと思います。いや、確かにそうですよね。その僕は普段社会人とか、まあ、いわゆる学校でも、ま、なんだろうな、どちらかというと学業をちゃんとやるような学校とかで授業をやるときに、まさにビジョンのアトリエワークショップっていう、うん、自分のビジョンをとにかくどんなんでもいいからこう絵で表現してみる、もしくは レゴみたいなものでいいから形にしてみるっていうのワークショップをやってるんですけど、それ自体がまさに妄想するってことに慣れてないし、ちょっと怖い、なんだろう、それ言ったらどう思われるんだろうっていうのがちょっと周囲の反応が怖くてなかなかやったことがない、できないみたいなバリアがすごくあるような気がしてて、でそういう人たちにみんなで絵描くからみんなで絵描こうぜって言って、実はそのワークショップ自体が直感と論理をつなぐ思考法っていう僕のビジョンドリブンで本京都造形芸術大学だった時の授業でやった内容がそのまま本に実はなって、かなり の9万5000部ぐらい売れたんですけれども、その体験がすごいやっぱり大きくて、それは決して大人だけじゃなくて子どもの世界においても同じようにやっぱりそういう自然心理的安全性、妄想におけるの表現における心理的安全性を欲している人っていうのはすごい多いなっていうのを感じるんですよね。本当に今日佐口さんから出てきた質問の一つで、他人の評価、表現する不安にどう向き合うのか。僕の提案はこれです。数多くアイデア、作品を生み出すことが大切。つまりこれが私の決定版っていうのを一つ出しちゃうと、それが万が一否定されたら自分の全人格が否定されたように感じてしまう、うん、これは私だになっちゃうからね、うん、でも数多く出してると、はい、じゃあ100個出してって言ったら、その100個がお前これダメだって言われても100分の1だからそんなに自分は傷つかないじゃないですか、はいはいはい、うん、ね、だからね、数多く出すっていうことが実はイマジネーションの筋肉を鍛える、妄想の筋肉を鍛える上でもすごく役に立つし、それからそれが僕は心理的安全性を担保していくためにもすごく役に立つと思ってて、だから京都芸術大学の場合、その新入生がマンデーワークショップっていう、そのいろんなそのアクティブラーニングのプログラムやるわけですけど、月曜日の3時間目から5時間目までぶち抜きで15週間やるわけですけどね、うん、だからね、僕が非常に面白いと思ったのは、鳥のね、カモかなんかのその模型を1個ここに置いといて、はい、それでは皆さん、はい、この模型を描いてください、はい、下手な絵を50枚描いてください、どうぞってやるわけ、下手な絵を下手な絵を考える、これ下手な絵どう描くんだよとか言いながらね、ブツブツ言いながら描くわけ、うん、時間がね限られてるから多分60分ぐらいで50枚ぐらい描くっていう、そういう話ですからね、まあ、そうするとね、面白いのはね、下手に描いてるつもりでもなんかね、味わいのある絵とかできてきちゃうわけ、これ面白いじゃんみたいな、うん、そうするとね、うまい絵、下手な絵、いい絵、そうでない絵っていうのは僕たちは何を基準に考えてるんだろうみたいな、そういうそのことを後でディスカッションしたりするわけ、はい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 、みんながみんなね、そのなんか細密画みたいなスーパーレアリズムみたいなものを描くわけでもないし、そういうのも素晴らしい絵なんだけれども、でもなんかその雑な線なんだけれども本質を捉えてるような絵みたいなものも生まれたりするわけですよ。雑に下手くそに描こうと思って50枚も描くと、でそのいっぱい描くっていう練習をすると、そのやっぱりね、作品と自分っていうのを分離することができるんだ、はい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 、そうすると心理的な安全性がだいぶ担保される、これね大事なことだと思いますね、筋肉鍛えるためには。うん、いやもうなんかコピーライターとかも50個100個とりあえず書きまくるっていう
のをやりますけど、まさにそれはあれですよね、自分のとっておきのアイデアが否定されるとどうしても怖い、で怖いからこそ逆に出せなくなるみたいな悪循環にはまんないためのトレーニングでもあるということですよね。そうですそうですそうです。で僕なんかもうこれ今の要素で言うともう一個僕ある、あり得るかなと思ったのが、うん、その他のビジョンパートナーっていう概念を提案してるんですけど、はい、その自分が考えてることっていうのをこの人にだけは話す、できっと褒めてくれるとかいい反応してくれるっていう人に一番最初に見せるっていうのを結構大事にすると良いかなと思ってて、で物事ってどうしてもあらを探したくなる人と、とりあえずいいじゃんって言いたくなる人と、なんか世の中には2種類の人間がいるので、どちらかというとなんかとりあえずこの人褒めてくれるんだよねって人のところに、まず店に行って褒めてもらってから、少し冷静になって考えて次に行くみたいなのもなんかいいんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりはしますね。いやもう本当それ大事ですよね。欠点見つけてけなすのは博士って誰でもできるし、これこういうとこ足んないよね、そりゃそうですよ。その宇宙神羅万象のすべてを表現することはできないんだから、足りないところを指摘するなんても一番簡単なことなわけですよね、うんうん、でも褒めるためにはやっぱりその観察力が必要だし技が必要なんで、まあいい指導者はちゃんとやっぱり、その作品その作家のいいところっていうのをちゃんと見つけられる観察力を持ってる人だと思いますね。ただけなすだけの人っていうのは、まあツイッターの上なんかもう大量に存在してますけれども、はいはい、まあろくなもんじゃないって話ですよね。だいたい自己肯定感が低い人が、まあ他人の荒探しをして攻撃をする、まあ今度その侮辱罪っていうのができたんでね、だいぶブレーキかかるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、それがいいかどうかはまたちょっと、ありますけれども、まあ、批判とか荒探しするのは簡単なことだと思います。でそんなのはそんなに気にしなくていいと思います。うん、ありがとうございます。あとちょっと僕はお伺いしてみたかったのが、その本間先生のがもし例えば小学校、まあ、中学校高校でもいいですに行って、なんか例えば創造性をうまく伸ばすカリキュラムを作りなさいみたいなことを例えば仕事としてもらったとするじゃないですか。そしたらどんなことしたいですか。まあシラバスは絶対用意しないね。しない。あ、シラバスなし。なし。なし。だってさ。うん、その僕ね、大学のシラバス書くの大嫌いなんですよ。僕も嫌いです。だってね、その学生の顔見ないうちから1年間の授業計画立てるとか無理じゃん。だって、はいはいはい、その全くニーズがないところ全部分かってますなんていうことだって理論上はあり得るわけだし、うん、ね、もっと他のこと学びたいですっていうことだってあり得るんで、実際何が学びたいのかっていうのをヒアリングしてから、15週間30週間のプログラムを考える、この方が合理的だと思ってるんですけれども、うん、まあ本当、どうにでも解釈できるような抽象度の高いシラバスを書くことになってますけれどもね、うん、例えば中学校高校に行って想像力を高めるっていう話になったら、やっぱり彼らのその自分の内側を見る、まあ自分っていうのを見る、まあ、そういうワークから、まあ、僕はヒーローインタビューっていうのを好んで使ってますけれども、二人組を作って今までの人生の中で一番頑張って嬉しかった一生懸命やったことをお互いに話し合ってね、どうぞっていう、大体ね、頑張ったことなんてないんですとか言うわけでもね、何にも言わないで5分10分与えとくとね、まあ、強いて言えばとか言いながら盛り上がって話すことになってるんですよ。はい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 。でね、そこはやっぱり心理的な安全性を担保して確保して、これでその考えてみるとあれが好きだったな、あの時頑張ったなっていうのは、それはその人が何らかのそのクリエイティブな活動をしていくためのそれこそ原点になると思っていて、うん、誰かがそのお仕着せで、はい、これがクリエイティブの道です、はい、この通りに歩いてくださいっていうのはもうクリエイティブでも何でもないと思うので、はい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 、やっぱりその人がどうしたいのか、その人たちが何を生み出したいのかっていうことに寄り添いたいなって思いますよね。
ぱり自分と余白というか、この本でも自分と余白と出てきてるんですけど、もうね、僕が一番好きな言葉、この本の中でね、感動したのこれだね、余白のところ、うん、77ページにね、自分の余白であった隙間時間が他人のビジネスチャンスに変わってしまったから、うん、つまり一人一人がスマホを持ち、一人一台スマホを持ち、インターネットにいつでもアクセスできるようになったことで、自分の余白だった隙間時間が他人のビジネスチャンスに変わってしまった、はい、これはね僕自身もちょっと隙間があるとツイッター見てみたりフェイスブック見てみたりするわけ、はい、これでね、まあ、間接的にGAFAの広告収入を増やしてるわけですからね、アクセス数によってそうです、ね、これはその資本論的に言うと、僕の時間がGAFAによって搾取されているっていうことに気づいてですね、この一行は痺れましたね。ありがとうございます。デジタル小作能にいろんな人がなってしまっているっていう、まあ、デジタル小作能ならまだいいけれども、デジタル奴隷かもしれないなと思うとね、ないですかね。いやー、これはね、そこは本当にギャーと思いました。本当隙間時間めちゃめちゃ重要ですよね。ぼーっとする時間大事。そういう意味だと、僕この本の一番冒頭に13歳のスランプってことをちょっと書いて、高校のスランプってことを書いてるんですけど、そのなんかいわゆるこの発達心理学みたいな視点で捉えたときに、うん、大体この自我っていうのが生まれるのが、早い子だと小学校 4,5 年生ぐらいから、まあ、遅い子だと中学生ぐらいなのかもしれないですけどになってくると思うんですね。で、そうなった時に、まあ、自分と他人っていうのを分けて考えるようになって、でその時に一気に世の中のいろんな知識、まあ、特に受験をはじめとしてさまざまな知識にが一気に溢れ出して、で気づくと自分っていうのがなくなってしまっている。そこは自分っていう自我が生まれているタイミングなのに、自分っていうもののなんか語彙をなんか積み重ねる機会っていうのがすごい少ないんじゃないかなっていうのが僕のなんか課題意識としてあって、せっかく自我が生まれたんだから、外の情報と同時にやっぱり自分自身で誰なのとか、自分自身の美意識って何なのとか、自分自身何をやりたいのとかっていうことを時間をかけて、まあ、そこはある意味余白がない限りはほっといても、その外からの情報に、まあ、それが受験であれスマホの情報であれ押しつぶされていっちゃうので、そこにあえてなんか自分っていうスペースを作って、自我っていうのを育てていく、自分自身のなんか創作したいものっていうものをなんか育てていくってことがすごい大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、こうどう思われますか？いや、いいと思いますよ。だから、まあ、特に進学校、受験校って言われるようなところの学校は、まあ、頭でっかちに育ちがちだからね、うん、自分自身の反省も含めて、うん、だもし僕が中学校 の校長先生だったら、それこそね、自分のスペースっていうのを、まあ、例えば植木鉢1個でもいいや、うん、でこの植木鉢、どんな植木鉢を使ってもいいし、どんな土を入れてもいいし、でどんな種持ってきてもいいし、それちょっと研究して、それで1年間それを育てるっていうのをやってみようよっていうのをやると。はい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 。結局その自分自身の自我を育てるって、その内面のことだから、なかなかこの方法論的に難しいと思うんですね、うんうん、でもその例えばなんか小さなロッカーみたいな箱でもいいや、なんかそこでその植木鉢を置く、で朝それをお日様に当てるとか、今日雨が降ってるな、曇りだなとか。でもね、やっぱり生き物の命と触れるっていうことが、僕はね、やっぱ僕たち人間っていうものが自然の一部であるっていうことを確認するっていうか、呼び覚ますっていうか、機械の歯車じゃねえぞっていうのを再確認して、僕たちは何かを生み出せる存在なんだっていうことを、その理解するっていうかね、腹落ちさせるために、なんかそんなのがね、テクニカルにはやりやすいんじゃないかな。京都芸術大学にね、雨竜山農園っていう農園があるんですよ、山の上の方に。でそこはお米作ったり、キャベツ作ったり、白菜作ったり、大豆作ったり、いろんなものを栽培してるんですね。
これで、まあ、あの大学の授業の枠であるんで15週間なんだけど、その月曜日火曜日の授業だけじゃなくて水木金土日その学生観察に来て、まあ、それをデッサンしたり、うん、でね、やっぱり自分が手をかけたものをそのデッサンするとね、思いが入るわけ。観察日記とか本当に素晴らしい作品になるんですよ。これでやっぱりなんか与えられた石膏像もね一生懸命描くんですよ、模倣で。でもね、自分がなんか種まいたものがうわ芽が出たっていうこの感動、はい、それで土の匂いがありね、はい、それで花が咲いたりすると見てください、これ花咲いたんですみたいな、でそういうのがね小中高とほとんど今時特に都会育ちの子はないんだ。あ、そうなんですね。だからね、あのそういうのをねやると、あの大学に来るのがだんだん辛くなってるような子には結構その農業実習ってのをおすすめしてて、でそれの使用前使用後であの出席率が上がるなんていう、そういう効果があるんです。ヒーリング効果抜群、農業実習の安定みたいなものにつながるんです。心の安定みたいな、安定もうすっごいつながります、ね、はい。僕今軽井沢に住んでいて、あの子供今軽井沢の学校に通わせているんですけど、逆に言うとその土とか育てるっていう機会が結構ある。いいですね。でそれはあれなん、心の健康みたいな意味で言うとすごくいい、いいってことなんですかね。めちゃめちゃいいと思いますね。やっぱりそのコンクリートジャングルの中にいて半径30センチ以内のスマホ、これが世界っていうデジタルな生き方してるのと、それからあの他の本当に大自然の一部として生きているのとでは、やっぱり命の輝きが全然違うと思うな。クオリティオブライフが違うと思う、うん、でなんかあと5分で締めてっていう話が来たんで、せっかく、佐口さんが用意してくれた質問にちょっとだけいくと、想像力を学習するための一歩目、良い学び方悪い学び方はっていう質問で、いい学び方悪い学び方があるとは僕は思ってなくて、ただ似合う服似合わない服があるように、その人に似合う学び方似合わない学び方っていうのはあると、うん、やっぱりさっき言語感覚優位とか視覚優位とか聴覚優位とかあと身体感覚優位とかいろいろあるんですけど、だね、試着してみようと。だから志望校を選ぶときにカタログ、ネットの情報だけで選ばない方がいいよ。実際にその学校行ってみて、そこの空気吸ってみて、でできればそこの先生とか会ってみて、先輩の顔とか見てみて、学食のご飯とか食べてみて、しっくりくるかどうか五感を使って判断したらいいじゃん。やっぱりそのユニクロの服は数千円かもしれないけれども、大学なんて数百万円の高い買い物ですからね、私いつの場合、うん、だから試着、オープンキャンパスだけじゃなくて、普段授業やってる日にも見学させてくださいとか、まあ、コロナが明けたらいいんじゃないかなと思うし、で、個性や感性センスを学べるものでしょうか。僕はね、生き続けていることは学び続けていることで、意識すると体系的に学べる。でその方法論がですね、この、模倣と創造13歳からのクリエイティブの教科書にあって、これ猿島さんが書かれてて、想像力は運任せでも遺伝でもないってこう書いてあるのは本当にその通りだなと思いますよね。いい本を書いてくださってありがとうございます。いえいえ、こちらこそ本当に身に余るお言葉をいただきまして本当にありがとうございました。なんかこの本僕ぜひその教育現場の方に、そうですよね、知ったって思ってて、であんまりビジネスマンにももちろん響く人には響くと思うんですけど、なんか教育現場の人が読んで、でそれをなんかお子さんだったり悩んでる、なんかそういうことで自分のスタイルでいきたいんだけどなんか悩んでるみたいなお子さんがいたら、そういう子に渡してあげるみたいな形で、あ、これでいいんだっていうふうに思えるっていうようなことが起こるといいなと思って書いた本なんで、なんかぜひそういうことが起こってほしいなっていうふうに今日お話をしてなおさら実感いたしました。これご提案なんですけど、クラファンやって、クラウドファンディングやって、うん、その全国の高校とか、それからあとね子ども食堂とかにこれが置いてあったら、学校の勉強とかどっちかっていうとあんまり得意じゃなくって、それで
自分の生き方なんてどうなってるんだろうってあんまり希望が持てない子なんかがご飯食べながら、模倣と創造なんだろう13歳からなんて書いてあって、これがねなんか人生変えるきっかけになるようなことっていうのがあるんじゃないかなと。学校の図書館に置かれてるのもいいんだけど、なんか僕この本見た時に子ども食堂にあるとなんかいい感じになるなって思いました。面白い、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちょっとカットインする形で恐縮なんですけども、まだまだちょっとお話をお聞きしたいところなんですが、あともうお時間ということで、そろそろ締めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。で、今日の話大変面白くお聞きしまして、13歳からの方にぜひ心に響く本に、本としていろんなきっかけを作っていきたいなというふうに思います。で、まあ、私自身もビジネスマンではありますけども、一つの、まあ、企画を否定されると、まあ、それが自分を否定されたような気にならず、まあ、ちょっと数が単純に足りなかったなとか、いろいろ今日お聞きしながらやってみたいことが増えていたところです。ありがとうございます。で、それで今日のお話を聞きくださった方の中からもですね、本当にシラバスがお嫌いなお二人のもとでぜひ学びたいという方もいらっしゃるのではないかなということで、お二人笹生さん多摩美術大学と、あと本間先生京都芸術大学ということで学びの場も提供されてますので、少しずつ簡単にご紹介いただいて締めとさせていただければと思います。はい、では笹生さんよろしくお願いします。はい、じゃあ僕からは、私が今多摩美術大学の TCL 多摩美術大学クリエイティブリーダーシッププログラムっていうのをやってまして、社会人向けなんですけれども、デザイン経営を学びたい社会人向けの、3ヶ月全10回のプログラムをやってます。で、そこで、特に僕は1日目2日目にパーパスというものをテーマに、自分自身のビジョンだったり自分自身のパーパスってものを描き出しながら、絵を描きながら、探求をして言葉にしていくというような授業をやっているので、もし興味ある方はぜひ TCL に応募してみてください。ありがとうございます。では本間先生お願いいたします。今京都芸術大学は通信教育ではですね、なんと慶応義塾大学を超えて私立の大学としては最大の学生数を誇っている。ちょっとびっくりでしょうか。すごいで、そうなんですね。東京は神宮外苑にキャンパスがありまして、これは京都の瓜生山キャンパス、銀閣寺のちょっと上ですけれども、18歳から94歳まで、学生数今1万6000名を超える日本で最も大きな芸術大学です。ですから社会人の方は手のひら芸大、芸術教養学科なんかは年間の学費が17万円ですから、放送大学の16万円と比べてもまあ遜色がないリーズナブルな学費で学士号が、芸術の学士号が得られる、まあ、そんなプログラムですので、お気軽に京都芸術大学で、ググっていただければなというふうに思います。最新学習歴を更新することが、まあ、人生を豊かにする、あるいはその社会人としての活躍の幅を広げることになるというふうに思っているので、関心ある方はぜひノックノックしていただければと思います。ありがとうございます。まだまだちょっと貴重なお話お聞きしたいところなんですが、お時間となりましたので本日はこれで締めさせていただきたいと思います。本当に貴重なお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。